こんにちは、鈴木美里です。このチャンネルでは明治から現在までの童謡、唱歌、叙情歌、歌謡曲などをご紹介しております。今日は昭和26年 NHK ラジオ幼児の時間で発表されました童謡、佐藤八郎作詞、中田義直作曲のかわいいかくれんぼをお送りいたします。戦中戦前、学校の教科書は教育的な内容で、教育的な音楽というものを国民統制のためにというような使命を持っておりましたが、戦後文部省から出された学校の音楽の教科書、これは純粋に音楽を楽しもうと子どもたちに音楽の楽しみを与えてあげようと作られた画期的なものでした。そして民間でも昭和20年代の中頃から後半には本当に子どもの歌というのが簡単なものではなくて、芸術的に優れているものを子どもに与えてあげようという志を持った方たちが素晴らしい曲をたくさん作りました。その中心にいらした方がこの中田義直さん、そして佐藤八郎さんももちろんそうです。そしてこの佐藤八郎中田義直コンビ、佐藤八郎さんが中田さんにご自分の詩に曲をつけてもらうのを気に入っていらして、ご自身の詩を中田さんに託されることも多かったそうです。他にもたくさんこのお二人のコンビで未だに歌い継がれている素敵な曲はたくさんございますので、これから随時ご紹介していきたいと思います。では、かわいいかくれんぼ。